の注ぎ方一つでそんなに味変わるのってね、多くの方思ってるかと思うんですけれども、些細なことなんですけれども、私プロがですね、台湾の皆さんにお伝えしていきますので、最後までご覧ください。ハロー大家好、我是 Good Manosa的伊藤杜泉。今天京都台风又来了，下也很大雨，风也很大，但是呢，这样子的时候也是好开心的影片。さあ、本日の動画はですね、コーヒーをさらに美味しくするお湯の注ぎ方ワンポイントアドバイス、これね、皆さんにさせていただこうと思っております。いやいやいや、お湯の注ぎ方一つでそんなに味変わるのってね、多くの方思ってるかと思うんですけれども、これね、ボディ感、口当たりとか酸味の感じ方とか甘みの量とかですね、バランス感、すべて劇的に変わるんで、ぜひね、これね、ワンポイントアドバイスとして、本当些細なことなんですけれども、私プロがですね、ぜひ責任持って台湾の皆さんにお伝えしていきますので、最後までご覧ください。それではやっていきましょう。今日使うケトルはこちらのハリオさんのボーノ。前回のケトル選びの動画ね、すごい好評を皆さんにいただいて、これ貼っとくんでぜひ見ていただきたいんですけれども、今回ね、こちらボーノ3位で、2位が、藤井三飯の、透明のガラスケトルで、1位がこちらのフェローさんの、このケトル、温度計もさせるね、こちらのケトルを、1位にしたんですけれども、で今回ね、まずですね、大前提に1杯分を入れる量、そしてですね、私のおすすめのケトルの形状としてはですね、このようにちっちゃいもの、だいたい容量でいうと500から 700cc ぐらい入る小さめのケトルをまず選ぶことをお勧めしています。ここの京都はこちらのフェロを使ってるんですけれども、2杯分も入れられます。なので我々1杯が 250cc なんで、まあ、500cc 程度はね、この2杯分でも2杯用でも入れられるので、ぜひね、2杯とか 2.5 人分入れるのもこのぐらい小さいのでマジで十分です。で、重量もね、極力軽いものを選んでください。特にね、このハリオさんのボーノなんかめちゃくちゃ、軽いので、ぜひね、小さくて軽いものをまず選ぶことを伊藤はですね、おすすめをしております。はい、じゃあね、実際にじゃあどのように持つかと、ゼマンナービジャーハンゼマンナー OK、 じゃあいきますね。この OK 持ちが伊藤の一番のおすすめの持ち方です。見えますかね、ここですね、右手の人差し指と親指でここをがっちりと持ってですね、このここの手のひらでここを支えます。このようにこうやってね、そして、このように力を抜いてこのように注いでいきますと、この持ち方ですね、ぜひ参考にしてください。これね、そもそも重量が軽いケトルでですね、あのうちのスタッフの女性のスタッフなんかもこれ手の大きさほぼ関係ないので、ここの2つの手で持って最後ここで支えると、ここですね、うん、で持ってくださいと。でですね、この持ち方のじゃあなぜ OK 持ちがいいのかと、これ説明していきたいんですけれども、 OK 持ちをすることによってですね、ここの正面、まあここ十字にしたとしてですね、ここの正面の少し右でほぼほぼ正面からこのままのの字をきれいに描くことができる、あのルーエンのの、ルーエンのの、の図ね、の、これ皆さん分かりますかね、抽出するときに大事なのの字で、均一にお湯を入れていただきたいんですけれども、この OK 持ちをするとここの少しだけ少しだけ右から脇を締めてですね、ここ脇締めてリラックスをして、このまま柔らかく綺麗なのの字を描くことが可能になります。で、ひらがなののの字をね、皆さんね、書いてもらうと分かるんですけど、のの字ってこの中心からキュッと、ここ中心からキュッと、こうやってののを書かないんですよね、こうやってここ中心から綺麗に直線を引いてルーエンのの
を書くので、その書き方とこの OK 持ちの抽出の仕方ほぼほぼ一緒になるので、綺麗なのの字が書くことができると。で、各メーカーさんがですね、だいたいケトルって持ちやすいようにここフェローさんもそうですよね、がっちりとホールドして持てるような形を作ってくれてるんですよね。で、ハリオさんだったらこのようにもうくぼみまで作ってくれてるんで、まあ持ちやすい、このままの持ち方ね。で、じゃあですね、このままの持ち方で入れるとですね、こうなるんですよ。見えますかね、ここ十字にして横から入れることになるんですよね。で、この持ち方すると縦から入れられないんですよ。こうやってこういう形になってしまうんで、めちゃくちゃ入れづらいので、横から入れてしまうことになってしまうと、このようにですね。で、横からのデメリットとしては、お湯の注ぐ量が強かったり弱かったりの強弱がついてしまうんですよ。後でね、後ほど2つの入れ方見比べて見てもらいますので、このようにお湯の注ぎ方に強弱がついてしまうので、めちゃくちゃ抽出効率の悪いコーヒーが出来上がってしまうので、ぜひね、この OK 持ち参考にしていただいて、今から OK 持ちと横からのこの持ち方の抽出の見比べを見てもらいます。では最後終わりました。皆さんいかがでしたでしょうか。全然違う注ぎの量、強弱がついたのが確認できたんじゃないかなと思います。これね、ちょっとしたことなんですよ。言うたらね、ほんとちょっとしたこと、こうでもいいやん、こうでもいいやん、いいんですどちらでも。だけどやはりね、ご自宅で皆さんの、ね、コーヒーの質がぐんと上がるためにですね、私もこういった動画を作ってですね、皆さんに伝えてるので、ぜひね、もしちっちゃいケトルお持ちの方、もしくはですね、これからケトルを買おうかなって迷ってる方はですね、このぐらいの500から700の小さい軽いケトル選んでいただいて、この OK 持ち、結構日本で流行ってない？結構日本で流行ってきてない？で、皆さんすごい持ちやすいって日本の皆さんにもね、好評いただいてるんで、ぜひね、これ見ていただいた台湾のご自宅のコーヒーで、この持ち方でね、上質なコーヒーをご自宅で作っていただけると私も嬉しいなと思います。 OK ナチュラツーでインピエスチェシューラルゴシファンツクインピエンマファニアンザンラホーフェンシャンゲンポンヨーメン
OK、那今日期待接下来的影片哦。谢谢大家的收看，谢谢你，拜拜，さようなら。